それでは、コールセンターの専門用語の解説と、Amazon Connect の事例紹介を行います。はじめに自己紹介となります。須崎義人と申します。もともとコールセンターシステムの営業を行っており、プラスメソッドに転職しました。プラスメソッドでは、AWS 営業部に2018年9月に入り、営業活動を行っておりました。AWS 事業本部コンサルティング部に2021年7月に移動いたしました。好きな AWS サービスは Amazon Connect です。今日お話しすることは4点です。コールセンターシステムとは、Amazon Connect とは、Amazon Connect のユースケース、よくある問い合わせの4点です。まず、コールセンターシステムとはどういったものになるでしょうか。コールセンターシステムとは、コールセンターの運用改善のツールとなります。コールセンターの運用を楽にするツールでございます。例えば、特定の電話機に着信、保留、転送を行ったりとか、業務時間の判定を入れて、営業時間外であれば営業時間外のアナウンスを流す、顧客データベースとの連携を行うといったところが挙げられます。コンタクトセンターの歴史というところで、はじめは電話交換機、PBX、英語で言うと、プライベートオートマティックブランチエクスチェンジと呼ばれるシステムがあります。電話が来たら人が手動で接続先を変えていました。時代は変わっていき、システムで管理をするようになっていきます。CTI、コンピューターテレフォニーインテグレーションの導入で、電話とコンピューターの処理が進むようになりました。コンタクトセンターのシステムが入っていないとどうなるでしょうか。こちらの状況が想定されます。例えば、電話が来たら一斉メイド、すべての電話機が鳴り、とりあえず誰かが取るようになる。24時間電話が鳴りっぱなしになる。履歴や録音データに残せなくなる。常に電話対応しなければならないので、それの時間が取られてしまう。電話につながらずに顧客満足度の低下にもつながっていきます。コンタクトセンターシステムを導入することで、こちらのメリットがあります。電話が来たら担当ごとに振り分けることが可能になります。業務時間外はアナウンスを流して録音や折り返しが可能になります。電話の履歴や録音を残して確認することができます。オペレーターにつながない電話があれば、自動音声応答でオペレーターを介さずに人件費も削減できます。結果として顧客の満足度も向上し、サービスの再契約や継続利用にまでつながるといった形になります。コンタクトセンターには様々な技術用語があります。代表してこれら6点のご説明をさせていただきます。ACD、IVR、DTMF、CTI、通話録音、SVOP、こちらの用語の説明を行います。ACD とはどういった機能になるでしょうか。ACD とは、オートマティックコールディストリビューター、日本語で訳すと着信自動分配といった機能になります。空いているオペレーターに着信させる機能です。A さん、B さん、C さんといった際に、例えば A さんには A 業務、B さんには B 業務、C さんには A と B 業務を割り当てます。また、A さん、B さんには1レベル、C さんには2レベルといった重み付けを行います。これらの設定を行っていると、例えば A 業務の電話がかかってきた時には、A さんに電話が割り振られます。B 業務の電話がかかってきた時には、B さんに電話が割り振られます。A さん、あるいは B さんが取り込んでいる際に、A 業務または B 業務の電話が鳴ってくると、C さんに電話が割り振られます。こういった形で業務ごとに担当する方を割り振ることができるのと、レベルをつけることで低いレベルの順から電話を落とすといった重み付けが可能になります。IVR、こちらはどういった機能になるでしょうか。英語でインタラクティブボイスレスポンスと呼ばれる機能となります。新規の方は1番を、常に契約中の方は2番をといったアナウンスを流してボタンを押すことで振り分ける機能のことを IVR と言います。余談になりますが、ボタンを押した時の音は DTMF 信号というふうに呼ばれています。1番を押した時のトゥーという音で振り分けを行うという形です。CTI 連携、これらもよく言葉にします。コンピューターテレフォニーインテグレーションの略になります。広い意味があります。一般的に言われるのは電話とシステムの連携機能です。例えば、電話機と顧客データを管理するセールスフォースの連携で言われる単語になります。
通話録音。こちらは録音をする機能になります。録音したデータを再生したり、文字起こしを行ったり、トレンドではリアルタイムで話している単語が書き起こしされたりとか、お客様の感情分析をするといったところで使われるようになっています。SVOP。こちら SV はスーパーバイザーと呼ばれる略称になります。電話を取らないで応答率見たりとか、現場のフォローに入ったりとか、アルバイトのシフト管理などを行う方の名前になります。オペレーターは電話を取る人です。ここまでコンタクトセンターの技術用語を見てまいりました。Amazon Connect ではどういったことができるでしょうか。Amazon Connect とは、スケーラブルかつ信頼性の高い顧客窓口をセルフサービス、お客様で構築できるクラウド型コンタクトセンターサービスです。Amazon EC のカスタマーセンターが使っているものと同じ技術になります。特徴としましては、専門性のないユーザー、プログラミングができないユーザーであっても、簡単な GUI 操作で問い合わせフローの設計などが可能になります。GUI と呼ばれるものは、俗に言うマウスで操作をするドラッグ&ドロップの操作になります。既存のコンタクトセンターの課題を Amazon Connect で解決できます。左から行きますと、PBX、IVR、CTI など、それぞれで複雑な設定が必要でしたが、Amazon Connect は簡単な GUI 操作で運用できます。今まで拡張機能をつけるとなった際には、インテグレーション、困難でありましたが、他の AWS サービスと簡単に連携が可能になっています。構築のために今まで専門の業者さんに頼んだり、設定変更を行う際でも専門の業者さんに依頼をかけたりというところでも、Amazon Connect はお客様で設定ができますので、高額な構築コストが不要です。ハードウェア、電話との統合スペースというところで、今までサーバーを置いたりとか電話機を置くといったところでスペースの問題がありましたが、Amazon Connect はパソコンを使ってパソコンで電話を受けるといった機能になりますので、サーバーを置くところだったり電話機というところは不要になります。セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性という部分では、サーバーの管理等は AWS の方で行います。なので、管理はお客様で不要になります。またご利用用途によって簡単に拡大縮小が可能となります。料金体系の部分では Amazon Connect では1分単位の通話料金と1分を超えると秒単位の通話料金になります。使った分だけの完全自由料課金制になっています。Amazon Connect のご利用イメージをご説明いたします。Amazon Connect で提供する範囲は電話番号問い合わせフローソフト本になります。お客様が Amazon Connect の電話番号に電話をかけると、Amazon Connect で問い合わせフローにつながります。問い合わせフロードや IVR だったり CTI 連携で他のシステムと連携をします。その後、オペレーターが出るソフトフォンにつながり、ソフトフォンでオペレーターが電話を取るといった形になります。ソフトフォンはブラウザベースになりますので、ハードフォンで受けたい場合にはハードフォンに転送が必要です。Amazon Connect の周辺のサービス概念図をご説明いたします。Amazon Connect は AWS のサービスになりますので、様々なサービスと連携が可能です。通話録音や運用メトリクス、またテキストを書いて読み起こしをするといったところは、他の AWS サービスと連携で容易に可能となっています。問い合わせフローの設計というところでは、GUI 操作で簡単に設計が可能でございます。こちら例を見ますと、ブロックを置いて矢印をつなぐことで問い合わせフローを作ることができます。例えば、プロンプトの再生という部分でテキストを入力します。お電話ありがとうございます。クラスメソッドです。こちら入力すると、機械音声でこれらのアナウンスがされます。または、録音したデータを再生することも可能です。その後に、例えば AWS に関する技術的なお問い合わせは1番を、料金や一般的なお問い合わせは2番を置いたブロックを置きます。1番を押した際には上のフローに行き、エンジニア担当のオペレーターに転送します。2番を押した際には料金や一般的な問い合わせになりますので営業担当オペレーターに転送します。
こういったアナウンスを流してからフローを作るまでをブロックを置いて矢印をつなぐことで構築が可能です。Amazon Lex と呼ばれるサービスがあります。こちらは会話型のチャットボットのサービスになります。もともと Amazon Alexa と同様の深層学習技術を使っています。Amazon Alexa の真ん中の文字を取ると X と呼ばれる文字になっています。こちらは2021年5月に日本語対応されています。Amazon Connect と連携を行うことで、オペレーターを返さないで音声でのチャットボットってところも対応可能になっています。個人的な Amazon Connect のおすすめポイントを挙げます。電話回線の考え方が自由、定期的な値下げが行われている、高価だった音声認識テキスト化を気軽に行える、こちらの3点を話していきます。まず、電話回線の考え方が自由というところでは、今までの PBX サービスは電話回線に縛りがあるケースもありました。具体的に申し上げると、PRI 回線と呼ばれる物理的な電話回線の種類がありますが、こちらが23チャンネルまでといった制限があります。そのため、24通話を行う場合には、2 PRI 回線を仕入れる必要がありました。Amazon Connect は PRI の概念がありません。1電話番号あたり10チャンネルという基本的な制限はありますが、上限緩和申請、何かの理由があれば接続数を増やすことができます。事例として、使い方によりますが、1電話番号あたり100回線の事例もあります。Amazon Connect は一度値下げが行われています。2020年4月27日に値下げが行われました。Amazon Connect の日本国内への電話発信の費用が 16% 値下げされました。つまり、日本国内の電話発信費用が今まで1分あたり 0.1 ドルだったのが、1分あたり 0.0844 ドルに値下げされました。AWS は Amazon Connect に限らず値下げが行われるサービスになっています。高価だった音声認識、テキスト化を気軽に行えるようになります。コンタクトレンズ法 Amazon Connect が日本語対応されました。こちらは2021年8月に日本語対応されたんですが、音声認識や感情分析に使うサービスになります。こういったコンタクトレンズ法 Amazon Connect と Amazon Connect を連携をすることで、音声認識や感情分析を簡単に行えるようになっています。Amazon Connect のユースケースをご紹介します。Amazon Connect では様々な構成を取ることができますが、よくある IVR 構成を取ることが可能です。顧客問い合わせ来た際に営業時間判定を行い、営業時間内の場合には、A チームに転送する場合は1応、B チームに転送する場合は2応といったアナウンスを流します。1番を押した際には A チームに転送され、2番を押した際には B チームに転送されて、オペレーターと通話をします。誰も出れない場合ですと何秒という設定を行い、アナウンスを流して切断を行う。また、営業時間外に問い合わせ来た際も、営業時間外ですとアナウンスを流して切断を行う。こういった一般構成は Amazon Connect では簡単に作ることができます。セールスホースとの連携というところも Amazon Connect は非常に親和性が高いとなっています。こちらは、プログラミングやコードを書いたりせず、CTI アダプターと呼ばれる既存のモジュールを入れることで連携が可能となります。Salesforce の画面に Amazon Connect の電話を取る画面を埋め込み、かつ電話が来た時に、今回だと須崎義人から電話が来たとポップアップで表示させるといったことが可能です。Amazon Open Search サービスとの連携でデータの可視化ができます。Amazon Connect で電話が入ってきたのを Amazon Kinesis Data Firehose と言われるところを通じて Amazon Open Search サービスにデータを飛ばします。そこで様々な通話データを可視化することができます。平均通話時間だったりとか、通話を取るまでの平均時間だったりとか、問い合わせ件数とかをグラフィカルに見ることができます。音声によるチャットボットですね。こちら Amazon Lex、先ほどもご紹介しましたが、こちらを使うことで、例えば居酒屋の電話予約とかをボット化することができます。お客様が予約したいんですが、と伝えると、Amazon Connect の方で予約というふうに認識をし、
予約を受け付ける仕組みのラムダを飛ばし、予約システムと連携を行うといった構成を取ることができます。だ店員さんにつなぎたいケースであっても、そこで認識を行い店員さんに電話をつなぐといったことが可能です。30秒でできる年末年始の転送用コールフローというところでは、Amazon Connect はすぐに設定ができますので、急遽何かコールフローが必要になった場合にも設定が可能です。例えば年末年始に営業用の携帯から Amazon Connect に転送を行い、アナウンスを流して切断といったところも Amazon Connect では簡単に作ることができます。こちらの想定されるフローでは、社用携帯に電話がかかってきたら Amazon Connect の番号に転送をして、そこでアナウンスを流すといった流れになります。よくある問い合わせを挙げさせていただきます。まず電話番号系はよく多く問い合わせをいただきます。使える番号帯を教えてくださいというところでは、03-050-0120-0800 の新規電話番号であればご利用可能です。またフリーダイヤルであれば不可能とドキュメントに書いてありますので、こちらの QR コードを読み取ってご確認ください。Amazon Connect 電話番号取得画面で、その国でお使いいただける番号はありませんというメッセージが表示されます。こちらの問い合わせもよくいただきます。新規電話番号取得には、日本国の規制変更に伴い、AWS サポートに申請及び書類の提出が必要になりました。詳しくは AWS またはご利用いただいているベンダーまで問い合わせください。料金についてよくお問い合わせをいただきます。料金は050-03の場合か0120などのフリーダイヤルの場合で料金単価が分かれます。050-03の場合は電話番号料金で、電話番号1つにつき1日あたり 0.1 ドル、着信通話料金は1分あたり 0.003 ドル、発信通話料金は1分あたり 0.0844 ドル料金が発生します。フリーダイヤルの場合は、お客様で通話料金がかからない代わりに、こちらの AWS 利用料金として負担が大きくなっています。電話番号料金は、電話番号1つにつき1日あたり 0.48 ドル、着信通話料金は1分あたり 0.1482 ドル、発信通話料金は、こちらは05003と変わらず、1分あたり 0.0844 ドルとなります。コンタクトセンター機能についても問い合わせをいただきます。まず、レポート機能にはどのようなものがありますでしょうか。レポート機能は、リアルタイムレポートとヒストリカルレポートが備わっております。リアルタイムレポートは、今この時間にどのオペレーターが電話を取っているかなど、リアルタイムに見ることができるレポートです。ヒストリカルレポートは、例えば1週間、1ヶ月でどれくらいの電話があったかと過去のことを見るレポートになります。オペレーター業務をスーパーバイザーがサポートする機能はありますか？こちらはモニタリング、ウィスパリングという機能が利用できます。モニタリングはオペレーターとお客様の通話をリアルタイムでスーパーバイザーが間に入って聞く機能になります。ウィスパリングは電話を取る前にオペレーターに何々業務ですとつぶやいて、オペレーター側が準備ができる機能になります。または SV がオペレーターにのみ聞こえる形でアシストとして通話中に話しかけることもウィスパリングと呼びますが、Amazon Connect でできるウィスパリングは電話を取る前にオペレーターに何々業務ですとつぶやくという機能になります。最後になりますが、Amazon Connect のまとめをさせていただきます。まず、コンタクトセンターシステムとは、コンタクトセンターの運用が楽になるシステムになります。Amazon Connect は GUI で簡単に設定ができるコンタクトセンターサービスです。また、初期費用を抑えられて使った分だけの重量課金制になります。他の AWS サービスの連携で分析や可視化ができます。以上が Amazon Connect のご説明となりました。今後 Amazon Connect の導入を検討される際は、ぜひクラスメソッドに問い合わせください。クラスメソッドを Amazon Connect で検索いただくか、こちらの QR コードを飛んでいただければ、お問い合わせページに飛びます。ご清聴ありがとうございました。